はい、シューチャンネルのシューです。今日は5月の、30日なんですが、梅雨入りね、3日前したんですけど、今日は比較的曇りで、動きやすかったので、夕方から畑の作業をしております。この間ですね、巨大スイカですね、そちらの方を植えた、まあ、同じ区画って言っていいのかな、今まで使用していなかったね、ところに、同じくねこちらなんですけど、アトランティック、ジャイアントですね、コンテスト用パンプキンと、最大で100キロ以上になるのかな、世界記録はなんか800キロとかねネットに載ってましたけど、こちらの方のね、植え付けを行っていきたいと思います。もしね大きく育てばですね、幼稚園とかに起動しながらですね、遊んでもらったらいいかなと思っての、ことなんですけど、今ね見ての通りうちの、種から育ててる分ですね、いろいろあるんですけど、こちらなんかはまだ芽が出てません。ゴーヤをねこうダーッと植えてるんですけどね、こちらはねモロヘイヤですね。モロヘイヤはねこれ種はね使用期限切れてて去年のなんですけど、巻いたらうまいこと芽が生えました。枝豆とか以外だったら意外といけるような感じがしますね。あとここら辺になると、これは白いかぼちゃ、こちらもねまたちょっと同じ畝に植えるんですが、メインのね今日植えようって言っている、アトランチックジャイアントも今ね双葉から葉が、もう出てます。これねあんまりね粒数が多くなくて、何粒だったかな、6粒か、6粒ほど、巻いてあげてですね、うまいこと育ってるのが3つ、あと成長の遅いのが2つで、今のところ、3ポットは芽が出てませんね。今日はねちょっとこれしおれてきてるのいかんな、3つねもうこれ植えてあげようかと思います。ただね肥料の量がわからないんですよね。なんか肥料は多ければ多いほどいいって言うんですけど、まあ大きくなるもんですからね、それだけ栄養食うと思うんで、一応ね3株に対して牛糞堆肥を、40リッター1袋と、発酵鶏糞とですね、あと化成肥料を300か500ぐらい、もうちょっとかな、600ぐらい入れてあげたらいいかなと思うんですけどね。一応植えるところが意外と、循環サイクル出来上がってるみたいでミミズもいてね、土はよく出来上がってるようなので、とりあえずね、今からね植え付ける場所の、確認をしていきたいと思います。はい、こちらですね、今大きな松土器が埋まってます。土地の木も埋まってます。以前はねここにね他の木とか、あとアジサイなんかも植えてたんですけどね、もう処分しちゃいました。切り株がねまだ2つほどはあって、なかなか作業しにくいんですけど、もともとはね池を作りたかったんですよね。金魚を泳がせる、浄水自体8畳ぐらいあるんでビニール張って排水、組み立ててねしようかと思ってたんですけど、うちね何気にね詐欺とかね田舎ですから猫とか結構いるもんでね、池作ったら作ったで、まあ、襲撃に遭うのがちょっと目に見えてたんで、やめました。あとまあ多少お金もかかりますしね、庭に池作るとあんまり良くないって昔から言われてね、うちの母ちゃんとかも縁起担ぐ方なんで、作るな作るなってうるさいからですね。はい、まあそういう感じでね、まあ一応いずれしたくなったらやるかもしれませんけど、コンクリート買ってですな、うちの場合はあれなんで、借家ですからね、持ち家だったらね好きほどやれるんですけど、まあそんな感じでね、こちらの方にね植えていきたいと思うんですが、こちらがね先日植えた、巨大スイカということで、今順調ですね。まだ枯れてもないし、どんどん今伸びてきてる状態です。で、ここと反対側のですねこちら側です。2時間かけたんですよ。このね石の際のね毒ダミとかね結構生えてからいっぱい抜いてですな、あとこちらですね、まあ一通り、ただね根の深いものが結構ね生えてたんでね抜くの大変で大変で2時間かかっちゃいましたね、こんだけするので。で要はねここ道路側なんですよ。道路側なんで、まあ人目につくっていうのとですね、まあさすがに、だろうがな、巨大スイカ盗むね人もいないと思うからですね、3、4メートルね、伸びるということなんで、つるがですね、一応ねこちら側の、範囲でいったら2メーターの、こっちまっすぐね、作ってあげようと思うんですよ。2メーターの4メーターぐらいですかね、畝を今から、作ろうかと思います。
それで、つるはね、誘引してあげてね、あちら側に伸ばして、あちら側の桃3、4メーターあるんで、まあ、3株で、見たかなと、いった気がします。あとはここのね、そういう遊びのもの以外もちょっとね、キュウリとか、ゴーヤあたり、あと四角豆あたりもね、ちょっとね、そこの壁際を、利用して、ちょっと遊ぼうかとね、栽培してみようかと思いますんでね、今年はここを利用します。あとはですね、ここのね、下なんかもね、まだまだ使えるんですよ。まあね、松の木植えてるんで、まあ見栄えがね、なんとも変な畑になると思うんですけど、ここにはここでね、スイカもね、またね、追加で秋取りのやつ植えてあげて、今まだね、処理してませんけど、ここら辺も草をきれいに刈り取ってあげて伸ばしていけばいいかなと。まあ、ですから範囲的に言ったらですね、あら結構あるな、 1,2,3,4,8×、それこそ 8×8 から10ぐらいの範囲を、まあ、イレギュラーな形で畑ということで作るといった感じになると思います。まあ、とりあえずですね、ひとまずは大物から処理していって、小物はね、あとあとね、やっていけばいいと思いますんでね、作業ね、ぼちぼち進めていきたいと思います。
はい、夕方ねもう6時半なんでね、そろそろ家の中に入りたいと思います。一応3株植えました。株間は、60センチ以上あるかな、3株ですね。一応3、4メーターっていうので、おそらくここら辺の今ね映してる範囲は全部かぼちゃで埋まるかと思います。とりあえず一株に一つつける、もしくは一株に二つつける形で、今年はね初めて作るんで50キロ目標に、やっていきたいと思います。肥料の量が少ないとは思うんですけどね、もともとの土が出来上がってる状態なんで、どこまでね、育つか自分もちょっと予想がつかないんで、初めてちょっと畑に使うねということで、アトランティックジャイアントですね、巨大かぼちゃ、3株植え付け終了ということで、10月ぐらいなのかな、大きくなると、楽しいかもしれないですね。ということでまた随時ですね情報を上げていきます。またね苗も白いかぼちゃとかも準備してるんで、同じくね、もう少し耕して植えていきたいと思いますんで、皆さんねここら辺は、よくね見ていくところなんで、道行く人が、面白い野菜をね、作れたらと思います。以上しゅうチャンネルからでした。どうもどうもどうも。ジンくんどうした、何しよると？ダンゴムシを見つけるの？ダンゴムシいっぱいあるもんね。またダンゴムシ取ろうね。はい、以上です。どうもどうもどうも。